情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。速報でございます。台湾総統選挙開票、速報が出ました。はい、頼清徳さん当選でございます。おめでとうございます。はい、ということでちょっとね解説をしますが、その前にね、ぜひ今日の内容面白かったら高評価とね、チャンネル登録と、それから、共有ボタンで拡散ね、よろしくお願いします。まあ、いろいろね、下馬評ありました。はい。まあ、一時ね、まあ、三つどもえの戦いとまでね、まあ、言われたんですけど、蓋開けてみたらね、やっぱり、頼清徳さんだったかな、ということで。まあ、いくつかね、事前情報実はあったんですけど、まあ、日本でね、なんかこう言うとさ、YouTube の内容であってもね、結構台湾に還流してですね、まあなんかその、反民進党キャンペーンとかに使われたりとかもするので、黙ってたんですけど、台湾ではね、10日前から世論調査の結果とか発表しちゃいけないんですが、まあ陰ではやってます、実は。はい。で、まあそういう情報ちょっと入手しました。はい。によると、やっぱ頼清徳さんもともと一歩リードだったんですよね。はい。で、その一歩リードで、でその後ね、まあおそらく元総統のね、馬英九さんね、まあ、蔡英文さんの前か、前総統なのか、馬英九さんがですね、まあ、大失言をして、で、それで、まあ、結局ね、小泉さんね、まあ、国民党候補ですけど、火消ししなきゃいけなくなっちゃったと、ね、副総統候補と二人で合わせてね、ね、火消し暗記みたいな感じになっちゃったので、まあ、それが、まあ、結構影響したかなと思います。まず、ちょっとこのニュースね、11日ね、1月11日のニュースですけど、まあ、いろんなとこ出てるんですけどね、テレ朝ニュースね、これね、台湾馬英九前総統、習近平氏を信用すべき、ということで、何言ってんだこいつは、と、いうことでね、なんつったかというと、中台関係で言えば、習近平氏を信用しなければならない。習近平氏が台湾統一を推し進めていると考えていないというですね、まあ、極めて、なんて言うんでしょうね、現状認識の甘い発言をしてね、はい。で、小泉候補はですね、いやいや、私は馬英九さんとは考え違いますよとか言って、火消しをせざるを得なくなったということです。で、この中でね、小泉さんはね、台湾の主流の民意は現状維持だというふうにね、まあ、明言したんですよ。直ちに習近平氏と対話を始めることはしないというふうに、まあちょっと軌道修正とも取れるね、発言をしたんですが、この件についてね、ちょっとね、日本のメディアね、事前の情報の出し方がね、ちょっと偏ったんですよね。はい。台湾とチャイナの関係についてですね、三候補ともね、現状維持ってことは言ってんの。いいですか？現状維持ってことは分かります？台湾のあの地域の施政権は、台湾政府が持っているというね、この現状維持です。独立でもない。ね、ね、統一でもない。現状維持っていうのはこれ3候補実は共通してたんですよ。なのに、まあいろんなテレビ番組とかね、まあ新聞とかの解説はね、まあその台湾のそのまあなんて言うんでしょうね、その現状の地位ですよね。これに対してそのまあチャイナとね、距離を置こうというね、このまあ、頼清徳さんとね、それからまあそのいや、チャイナと話をしようというね、小泉さんね、これ国民党ね。そしてなんかちょっと曖昧なこと言ってる柯文哲さんみたいな捉え方してるんですけど、それ違いまして、全員ね、同じスタートラインなんですよ。で、この件はですね、私がよく引用してるね、高口浩太さん、ジャーナリストね、翻訳家の方ね、この方がですね、ヤフーニュースのコメントでこう書いてあります。記事では中国との向き合い方が争点とありますが、実は各党各方向の際、候補の際は、これまで、そこまでかけ離れたものではありませんと。中国との対立姿勢が強いとされている与党民進党も今回の選挙で勝利して、さらに4年間政権が伸びれば中国本土も交渉に応じるのではとの見方を示し、台湾に意欲を示していますと。一方、親中派と見られることが多い国民党も国防を強化し、中国本土への警戒を解かないことを表明していますと。民意の主流が現状維持、統一も、現状維持と。統一もしないが、自主独立も手放さない、にある以上、どの政党もこの民意からかけ離れた主張はできません。中国との関係では、各政党の主張が大差ない中で、その主張が信じられるのか、政権運用能力があるのか、暮らしを良くできるのか、長期政権で腐敗していないか、などの項目が投票行動を左右する要因となっていますということ。もうまさにこの、高橋さんおっしゃる通りです。はい。チャイナとの向き合い方が争点っていうのはね、ちょっと違うんですよ。うん。現状維持は現状維持。現状維持した上で、じゃあチャイナとどう話すっていうとこだけが違うと。ね。まあ、どっちかっていうと、頼清徳さんは、いや、向こうから話したいって言ってくるまで待ってていいよっていうのに対して、まあ、小泉さんは、まあ、こっちからも話しかけていいんじゃないと。ね。カブンデスさんはなんかちょっと曖昧、よくわからない。アメリカも大事にするし、チャイナも大事にするみたいな、まあ、言い方してるというだけで、まあ、そんなには変わんないと。
ね、各党各候補の際はそこまでかけ離れたものではないというこの高口さんの見解はね、その通りだと思います。で、この講談に書いてある通りですね、その暮らしを良くできるのかとかね、それから多選批判みたいな、多選批判みたいなとこありますよと僕ずっとね、いろんなネット番組でも解説してきましたけれども、ね、そのまあ、民進党政権ね、3期連続でいいのかみたいな争点ね。ね、で、確かにその、まあ、統計上はね、台湾は豊かになったと言うけれども、豊かさ実感できないみたいな人とかいたりして、ね。で、それもこれもね、国民党と民進党の、このま、二大政党制でね、もう慣れ合いの茶番劇やってんじゃないか。そんなんダメだっていうことで、このカブンテスさんね、台北市長ですけどね、もとね、ドーンとこう出てきたわけですよ。はい。で、一時はそれで、すごい人気を博してですね、いけんのかみたいなところまで行ったんですが、実はこのカブンテスさんもですね、まあ、今回ダメだったんですけど、失速しちゃいました。で、その理由はね、なんとね、トンキン新聞にね、ちょっと出てるんです。で、これね、記事はね、ひどい、醜いメロドラマに、国民は失望かということで、第3局、カブンテスが脱落の兆し、という記事ですね。1月8日の記事です。で、要はその野党統一候補ね、やろうかみたいな話で、小遊戯さんとカブンテスさんね、話し合って、統一しようかみたいなことになったんですけど、その時にですね、まあこの、民衆党か。民衆党のね、党幹部とあんまり調整しないでね、カブンテスさんなんかスタンドプレーしちゃったらしいんですよね。で、さらに自分が降りて小遊戯さんが行くみたいな、そういう、なんかちょっと劣位な、交渉劣位みたいな立場でいきなり始めちゃったんで、はい、比較劣位みたいな立場で交渉始めちゃったんで、悩んでんだみたいな感じで、そのまあ元々支持した人が離れてきたと。ね、まあこの記事によるとね、総統候補を国民党に譲ることに反発が強かった民衆党内では、独断で交渉入りや、党運営をめぐる反発が強まり、地方支部幹部らが相次いで離党してしまったと、いうことです。で、そこでも支持率争いからね、まあ、直前、1月8日ですけどね、まあ、今年入ってからいきなり脱落してしまい、さらにですね、ちょっとね、このカブンテスさんってね、なんかすごいエリートらしいんですよね、お医者さんでね。で、IQ157 とか言って結構自慢してるらしくて、なんかね、こう、周りの人を小馬鹿にしたような上から目線で喋るんだって、いろいろ。で、それで、まあ、この東京新聞のね、記事によるとね、歌手を熱烈に支持してきた若者の反応も冷ややかだと。SNS を効果的に使った活動や透明性を重んじる姿勢を新鮮に感じて、好感を持っていたというね。まあ、以前はカブンテスさんのファンだったという、まあ、大学院生のね、女性ね。その方曰く、その後女性や社会的弱者への不適切な発言が目立つ、カブンテス氏の政治姿勢に疑いを持ち始めたと。ね、野党共闘をめぐる、騒動を受け、革新的な価値観がない人であることが分かったということで、失望を口にしたということなんですね。で、これね、チャイナのメディアにも結構出てまして、カブンテツ出現って聞くとね、いくつか出ててね、例えばですよ、台湾には先住民族の方がいらっしゃいますよね。その先住民族の議員の人にね、文明的でないっていうようなですね、まあ、なんつうディスりをするんだこいつと思うんですけども、そういうことを言っててですね、まあこれ問題になったと。いうことです。まあ、Facebook でですね、無意識の差別は差別であり、無意識の傲慢は最も恐ろしいと、いうふうにですね、まあ、批判されたと、いうことなんですね。で、なんかその、他にもですね、空軍のですね、システムに関連してですね、なんか出現、再び出現するのを回避するようにすごい気をつけてたっていう記事か。ね、まあなんかこういうのがね、まあなんか、軍事の件でもですね、なんか知ったかしてね、まあ要は、お医者さんですからね、それはその、まあ受験ではそれは立派な成績を収められたかもしれませんけど、ね、軍事の専門家じゃないわけですから、知らねえのに、まあ知ったかしちゃうんですよ、俺頭いいからみたいな感じでね、まあすごい恥ずかしいんですけど、で、そういうのはまあ若者からちょっと見透かされてというか、もうこいつバカじゃねえみたいな感じになって、まあだいぶ冷めていったと。まあこれがですね、まあ第3局でわーっていったんだけれど、まあ直前に、まあ特に直前にその失速が重なったのはね、まあその、野党候補一本化の件からのですね、まあその、結構やってた出現が、もう、なんだこいつみたいな感じでまた、捉えられちゃったと。まあ SNS の時代ですからね。はい。まあそのようになったのが、まあ原因かなと思います。それからもう一つね、チャイナによる情報工作ね。まあこれ結構激しく行われてました。以前にもまあ記事紹介しましたけれども、だいたい8割ぐらいの国民がね、このチャイナの偽情報に触れてるという状態でですね、まあこの選挙を迎えたわけですよ。で、しかもね、今回のチャイナのですね、偽情報はね、前と違ってちょっと凝ってまして、チャイナ自身が偽情報を流布してるってバレると、ね、これ民進党応援ミサイルになっちゃうわけじゃないですか。まあ元々はだってほら、
ね、李登輝総統がね、選出される総統選の時に、脅しでミサイル撃ったら、いや、もうこれは李登輝行かなきゃってことで、李登輝応援ミサイルになっちゃいましたよね。で、それでやべえ、ミサイルはやべえってことで、じゃあ今度偽情報にしようと思って、偽情報やったら、出どころみんなチャイナだってバレて、やっぱりこれかっていうことで、国民党なんかちょっとやったら、チャイナの手先になるかもってみんな警戒して、まあ、入れなかったってことですよね。で、今度はじゃあその出どころチャイナってバレないように、台湾のジャーナリストを買収したりとかね。あとはその、SNS でね、偽のそのまあ台湾人アカウント作ってそっからルフしたりとかやったんですけど、まあこれ隠しきれませんでしたよね、はっきり言ってね。はい。なので、まあ今回、台湾の方は釣られなかったということです。まあ最後の最後ね、日本からもですね、チャイナを応援してしまいそうなデマね、例の救助隊断ったデマみたいなのが流れてですね、おっと思ったんですけど、まあ台湾外交部もね、否定しましたし、日本の SNS でもね、お前デマ言ってんじゃねえみたいな感じで結構叩かれましたよね、デマの発信源ね。はい。なので、まあそういうのも含めてですね、そういうまあデマのハイブリッド攻撃に対してですね、やっぱ台湾国民非常に強い体制を持っていたのかなと。はい。まあそれが釣られずにですね、まあ投票結果そんなにブレなかった、まあ一つの理由なのかなと。まあいろんな意味でですね、まあ偶然の要素もあるんですけどね、まあでもその偶然一つ一つがやっぱ必然だったのかなと。まあ大きく言うと、まあ目立つところで言うとやっぱり馬英九の出現はですね、これはちょっとね、最後の最後でこう、バーッと盛り上げなきゃいけないところをさ、ねえ、マイナスをとにかくちょっと塞ぐ活動、プラスを積み増さなきゃいけないのに、マイナスをゼロに戻す活動をせざるを得なかったっていうのは、これちょっと小泉さんとしてはね、災難でしたよね。ちょっとかわいそうだなと逆にね、思っちゃいますね。まあ、馬英九さんもチャイナからなんか言われたんですかね。あと台湾のアイドルがね、チャイナに行って国民党候補を応援するような、書き込みを SNS にしろって脅されてるとかにね、記事も出ちゃいましたしね。まあ、こういう超限戦を打ち破る超超限戦ですよね。はい。要はその、偽旗、作戦ね。偽旗作戦を打ち破るですね。まあ、真実の、この、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、カウンターですよね。まあ、こういったものが、まあ、功を奏したかなと。まあ、そういう点ではですね。まあ、おそらくその、馬英九さんもね、自分の意思でああいう発言をするかどうかって、まあ、そういう人なのかもしれないけど、チャイナからちょっとあと一押しとか言って、わし、じゃあ俺混ぜろって言ったら、まあ、いきなりこけて、ね、いきなりこけて、複雑骨折どころか、粉砕骨折みたいなことになってしまった可能性もあるかなと、いうふうに思います。まあ、いずれにしてもですね、デマにね、民主主義が勝利したということで、これ非常に喜ばしいことだなと思います。で、今後のですね、まあ、日台関係ね、まあ、それから東アジアの、まあ、安全保障なんですけれども、まあ、これ、頼清徳さんが受かったということで、基本的には親米政権です。はい。で、アメリカと日本が進めてるね、まあ、いわゆるこの、島嶼部におけるね、A2AD 戦略ね、これもともと日本の陸上自衛隊が、考えたんですね。はい。で、それまあ中心になってやってたのが、まあこの間、八重洲イブニングラボ出ていただいたね、岩田清文元陸幕長なんですけれども、これアメリカ軍もこれ真似した方がいいと。日本の陸軍がやってること真似した方がいいって言って、アメリカ陸軍もまあ真似するようになり。で、それをね、日本は沖縄だけでまあね、宮古島とかね、あの辺まででね、石垣島とかね、宮古島ね、ああいうところにこうミサイル部隊を置いて、今まあ5000人ぐらいまで増強してですね、まあチャイナ、いざという時ね、チャイナの艦船通れないようにね、接近禁止ね、そういうまあ戦略をやるんですけど、これをね、まあ台湾からまあさらにその第一列島線の先のフィリピンね、ここまでこうずっと伸ばしていかなきゃいけないとね。で、そこでまあ台湾って要なわけですよね。で、台湾軍にもその日本の陸上自衛隊の同じ能力をつけてもらわなきゃいけないし、同じ戦略でまあ対峙してもらうと。で、さらにまあ南ってこのフィリピンですよね。まあこういうのをこうまあずっとこう全部繋がってるんでね、やることによってまあ抑止ですよ。ね、チャイナがもし戦争仕掛けてきても、オタク空母を失うかもしれないよと。ね、イージス艦失うかもしれないよと。もしそんなことになったら、世論が大変なことになるでしょうと。だから今はやめた方がいいんじゃないですか、今はやめた方がいいんじゃないですかってずーっと延期してるうちにですね、まあ経済ダメになって、まあチャイナのね、侵略的意図ももう次に頓挫すると。まあそういう我慢比べなわけですよね。全体的にはそういうこうタイムスパンで考えてください。はい。相手に費用を課すようなですね、費用付加戦略。ね、台湾を強化する。台湾防衛強化。次はフィリピンですよね。まあこれやっていくことで、チャイナにですね、どん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 費用を課していって、で、それに対応しようと思っていろいろ準備してるうちに経済がね、左前になって、もう政権も崩壊してもそんなことできなくて、あ、もうやめましたって、ね、万歳するのをまあ、ひたすら、待ち続けると。まあ冷戦ってそんなもんですよ。核保有国同士のですね、戦いっていうのはね、まあ、そういうもんです。あえて戦争とは言いませんけどね。まあそういう意味では、もう戦争始まっていると。まあ、今回の台湾総統選もね、いわゆる情報戦、ハイブリッド戦争という意味ではですね、本当に戦争と呼ぶに値するようなですね、非常に激しいものでした。まあ3候補ね、まあ一部ちょっとね、意に沿わないような変なこともあったかもしれないんですけれども、本当にね、今回お疲れ様でしたと言いたいですし、頼清徳さん本当に当選おめでとうございます。日本もね、
台湾のね、まあ今の現状をね、しっかり守れるようにね、はい、まあ、自衛隊含めですね、まあ、こう、運用の面でね、日本はもういろんなその、憲法の勲功学でさ、あれ行ったこれ行ったとかやってるんで、そういうのはしっかりとね、まあ、正していきながら、まあ、特に2月にね、例の、次期支援戦闘機ね、第三国への輸出許可をめぐるね、まあ、この自民党と公明党の論戦が終わりますから、一応線引きしたんで、はい、この辺からですね、やっぱね、日本もね、東アジアの安定にね、しっかりと貢献できるね、本当にこう実体的なね、そういう体制を整えていくというのが始まりますので、台湾の防衛についてもね、ぜひね、頑張って、やっていただきたいな。岸田政権この辺はね、すごい頑張ってるので、頑張っていただきたいなというふうに思っております。ということで、速報でお届けいたしました。今日の内容面白いと思った方はね、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、拡散ボタンで。ぜひ拡散をお願いします。最後にね、コメント欄に、コメント欄に、最後にね、私のこと特に応援してくださる方ね、ぜひね、thanks ボタンと、八重洲イブニングラボの方ね、私のやってるオンラインサロン、よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー